東京都調布市で開業している柳沢です。今回ですねドクターブックさんの協力をラッキーなことに得ることができまして、いろんな歯科医師とか技工士さんとかいろんなその関係の方を呼んでいろんな話を聞きながらこう皆さんにこうセミナーの後の後席のような感覚でこうざっくばらんに、いろんな先生の話を聞けるような動画配信ができればなと思いまして、このような企画をするに至りました。で今回ですね、第1回僕の大学時代からの親友の東京都の中央区で開業します今日、ね、第1回の第1回のゲストですね北条光明先生に来ていただきました。お呼びいただいてありがとうございます。東京都の中央区の日本橋というところで開業しております北条と申します。柳沢先生とは大学1年生の頃からの付き合いなんで、お互い18、19ぐらいの時からで、20年よね。もう私も来年で40歳なんで、もうほぼほぼ20年ずっとお付き合いがあって、で卒業してからは柳沢先生エンドに入局されて、で私は父が歯医者とかじゃなくてただのサラリーマンだったんで、6年も大学行かしたんだからもう早く働きなさいということで本当はすごいエンドに興味あったんですけど、これは本当に勤務医として稼がなきゃいけないということで勤務医やってました。今回でもザックバラに孔明って呼ぶから、全然もう普通に喋ってください。あ、すいません、北条孔明と言います、この前国際歯科大会どうだったの？そうですね、多くの先生に来ていただいて、僕とあと同級生の八木先生っていう先生がいるんですけど、その八木先生とあと徹夜会にも来てくれたことがある清水先生っていう先生と、身内の会場みたいな、まるでそんな感じですごい発表もしやすくて、異色だよね、異色、異色の話をして、そう、僕柳沢先生みたいにそのエンドに入局する夢が叶わなかったんで、朝の9時から夜の10時まで歯を削り倒すっていうクリニックにいたんですね。卒業してちょっとしてから、そこで花澤先生っていうんですけど、矯正の認定医の先生と夜の10時まですごい怖い女の先生だったのその先生と一緒に働いてる時に、卒業して本当にもう間もない時に若い女性だったかなの患者さんで歯根破裂してて、6番がで抜歯ですね先生って言ったら、あ、この人親知らずあるから移植したらいいじゃないって言われて、えっていう感じで、卒2とかですごいおっかない先生だし、いや移植なんてちょっと考えられないですなんて言えなくて、もうその花澤先生に言われるがままに移植して、その当時はラバーダムなんかしないんで、そのままエンドして、どうなっちゃうのかなこの歯って思って見てたら、思いのほかうまくいって、移植って俺がやってもうまくいくんだっていう、移植はいいよね。エンドにすごい興味あったんだけど、移植っていう治療すごいいいなっていうのが根底にすごいあって、それぞれインプラントとブリッジとかいろいろこう比較されることはあるけど、自分もやっぱり移植もしも8番が残ってれば、患者さんに説明するときにやっぱり未開封の天然インプラントが口腔内に残ってるって感じじゃん、インプラントみんな選びがちだけどね、そうですね、やっぱり移植やっぱり歯根膜があるっていうのはやっぱり重要なことだよね。すごく重要で、この間国際歯科大会では言わなかったんですけど、インプラントと天然歯って昔は連結、許されたけど、今の学術的な場においては繋いじゃダメじゃないですか、移植した歯はしっかり生着すればただの歯なんで、後日前後の歯がダメになった時にブリッジにもできるし、そうだね、あと矯正がその人が後でやることになった時に動かせるし、そうだよね、何においてもインプラントより便利ですよね、学生時代は6年間あるけど、歯医者になってあの経験が良かったねってことは何かあるの？模型研究会っていう部活サークルに八木先生と僕2人でやってたんですけど、そこで学園祭の時にいつも一ネタ作るんですけど、ある年はパラフィンワックスを使っていろいろ
かったり、あとある年は、まあ、これは何年か使い回ししたんですけど、あの顔面をバケツとかを切ってカッコトレー作って、であの僕と同級生10人がかりぐらいで、あの自習で余ったアルジネートを全員で一斉のせで練って、であのカッコトレーでこうやるんですけどアルジネート印象、あの先生方が見てることが多いと思うんですけど、2分効果に時間かかるじゃないですか。2分も息止められないってなって、でカッコトレーにストローを刺してですね、であのこうやってこうやってあのストローで吸いながら2分間アルジネートを固めるっていうのをやるんですけど、性格の悪いヤギっていうやつがですね、こうやってやってたらですねストローこっから出してたんですけど、僕が気づかないストローをピッて押さえてて、もう吸っても吸っても空気が入ってこなくて、硬化したらこういう形になっててマジで苦しくて、あのずっと これでも吸えないんですけど、であの変なチューしてる私のデスマスクができて、でそれを展示で飾ってっていうのを何年かやりました、ね、それが歯医者の何が関係あるの？アイデア1個でいろんなことができる。おー、なるほどね。まあ天才っすもんね。なんかあの国際歯科大会でも喋った、今未完成歯移植して、失活してしまった場合、まあもうダメだ、バシだじゃなくて、リバスクラリゼーションチャレンジしてもいいんじゃないかっていうプレゼンをしたんですけど、ああいうのも学生時代のなんか、困った時に何しよう、これがあるかもしれないっていう、でトライアンドエラーで、何かを組み立てるっていう模型研究会の、経験が生きてるのかな。